どうも、テラグです。今日もミンゴリやっていきましょう。はい。今日は火曜なんで、さてゴルフ。今ギリギリかな ?2652。ギリギリですね。今日結構頑張ろうかなって思います。サンタの格好早すぎたかな。一旦しのめちゃん違うやつにしよう。キャディークローゼット。お任せっていうのがあったらいいんですけど、ないので。何にしようかな。そうですね、これいいかもね。今ちょっと使ってないんですよね、この体のラインがすんごい出るやつ、体のラインがすんごい出るやつ、とパンツを組み合わせるか、ありだな、それ全然あり。これとこれか、この体のラインが出るウェアとアンダーウェア、これいいかもね。色は一種類か。まあ、この方が似合ってるんだけどね。どうしようかな。これか。これ。まあ、こっちにすっか。全然合わないけどね。グローブ外しますか。で、足はこんな感じ？うん。だから、やっぱダメだな。ズボン変えよう。ボトムスは変えましょう。かなりいい感じじゃないですか。いい感じですよね。あとは帽子をどうするか。帽子はこのままにしますか。どうすか。このままにしましょうか。若干クリスマス気分。はい、できました。悪くなし。すごく好き。お、いいね。はい。で、クラブの方はこんな感じですね、今。グレートショットクラブ入れました。はい、祝砲が20と。で、ロングアイアンはスイング P457 で 1.3 倍のジャストショット。ジャストチャンスですね。で、ショートアイアンが使えない。うん。で、ウェッジも使えない、パターも使えないという、この流れ。じゃあ、行きましょう。やっちゃいましょう。誰にしようかな。初戦の対戦相手の方。うん、2969。やべえ、強くね、これ。レッツゴー。強くね。ガチャ禁止中って書いてますけど、この方、ガチャやってる方ですね。強くね、この方。あー、なるほど。風向きだけ見っか。うん。ふんふん。どうしよっかなー。424。半分が、212ヤード。212ヤードの半分。とりあえず、風神にしといて、これでどうか見ようか。424ヤードの半分。212ヤードの半分。うん。なるほどね。もうちょい後ろでもいいのか。まあ、自分にできることってこのぐらいですからね。ナイスショット。さあ。
相手のショットが楽しみだ。多分いいところに行ったと思うよ、ここ。二撃決殺フル封じ。98.6、悪くなし。うん。前に出せば地獄。前に出せば地獄。後ろはどうだろうね。だ、相手はスパイラル打つしかなくなっちゃうんで。どう思うかな。二打目決めに行くか。結構考えてると思いますよ。ああ、打つ側なんだ。じゃあ、この試合は勝ったも同然。いいよ。85.7。挨拶しようかな。挨拶しちゃおうかな。これは、煽ってるな。過去最大級に煽ってるな。はい。ここまでやって勝てなかったら恥ずかしいな、本当に。7.6 した。まあいいんじゃない？悪くないと思う。では勝っちゃいましょう。うん。煽ったなぁ。だから勝つにはスパイラルしかないんですか。うん。勝つにはスパイラル打つしかねえんだよ。すげえ、この人めっちゃ課金してる。課金してそう。めっちゃ課金してそう、この人。120% か。スパイラルしかねえんだよ。いいね。ハロウィンスロット。ハロウィンスロットって何？とりあえず、スパイラルしかないんだよな。めっちゃ煽ったわ、今回。外す。ただ、どの道、2.2。2.2？ マジで？ 2.2 だと負けるな。2.2？ 負けたじゃん。マジかよ。めちゃくちゃ強えやつじゃん。やべえやつじゃん、これ。やーば。2.2 倍。やべ、初めて見た。2.2 倍初めて見た。なんだこれ。あ、もう一回やろう。もう一回やろうえ。もう一回やろうえ。最高。これだからミンゴルはやめられてねえぜ。最高だぜ。2.2 倍かよ。マッパーさん。多分ね、対戦したことあるね。280。こりゃ楽しみ。2.2 倍なんてあんの？パリスロー、パツ1。パリスロー、パツ1、雨。うん。雨、うん。始めます。相手か。プレッシャー与えよう。よろしく。昇竜。あー。セコチか。で、弱めか。いや、それ打っちゃまずくね？
弱め、そう。いやいや、それやばくない、それやばくないか。まあ、ナイスショット。それはダメよ。それ打ったらダメよ。あー、後ろに行くのか。なるほどね。いいですね。ナイス。行きましょう。あー、もう、無振りや。挨拶しといて。これね、挨拶して外すとすげえ恥ずかしいからね。私はもう決めますよ、挨拶。5.3。これで外すとめっちゃ恥ずかしいから。はい。決めちゃうと。ダメよ。ダメ。さあ、行きましょう。ナイスショット。甘えよ、甘え。初戦 2.2 倍と対戦とかもめちゃくちゃいいな。最高。勝ちましたと。はい、ジョーカークラブはレベル8と。では、次の試合やっていきましょう。誰にしようかな。ミンゴル楽しい。ミンゴル楽しい。リップ、懐かしい。2830。何回か対戦したことありますね。結構いい相手です、この方。確か。負けてましたね、自分結構。結構負けてたような気がする。パツイチか。向かい風かな。向かい風か。向かい風パツイチ。ではないと。205は決まるかな、これ。ちょっとまずいんじゃない ?205。205風神、205厳しくない？ 205 ダメだな。まあ、そしたらこうだわ。こうして、いや、やめとくか。17秒。もうギリギリまで合うぞ。はい。10秒。ナイスショット。いいですね。さあ、行きましょう。で、相手のショットと。武士道パツイチ。やっぱ相手強いな。これ決まるか。8.1。40秒からも始めてるからね。これで入ったでしょうと。いいね。なかなか。ぴったり。ジャストにナイス。外す。10メーターつけてもいいけどね。まあ無風かな。祝砲でもいいか。44秒。8.2 上。これね、難しいんですよ、ここ。入らないんだよな。なんで入らないんだろうね、ここ。 8.2 上だから。なんで入らないんでしょう。
外す。めちゃんこ外す。7.5。相手が先。ここ難しいな、やっぱ。何が悪いんだろう。スパイラルの決めどこかな。どうせ負けだもんな。負けみたいな試合だったからな。ここは難しい。入ったらない。そう、入らない。むふだね。そうしよっか。なんか一瞬チャンスとかにする。一瞬チャンス。あ、これでかい。一瞬チャンスにしよう。勝ちたいもんね。勝ちたいから一瞬チャンスで打ちます。はい、こんだけでかかったら入るでしょう。ここはね、攻略のしがいがあるぞ。入らないんだもんな。よっやったー。なんだかんだで勝ってますね。何をする？何をしようか。ちょっとごめん。あのコメントが気になった。コメントが来た。これ何？YouTube でちょっと気になったコメントがあったんですよ。ストップ。自分宛てのコメントか、他の YouTube に自分がコメントした時のコメントか、それちょっと待ってください。ちょっと確認します。急に入ってきたコメントが、マジちょっと気になる。このコメントは気になる。見逃せない。よくわからないコメントでした。見逃してよかったです。では行きましょう。なんか変なこと言ったかな自分。今日も頑張りましょう。全くそんなことはない。2200位か。ああ、順位というか連勝記録見ましょう。結構勝ってると思うんですよね今。見ちゃいましょう。勝ち勝ち勝ちの勝ち勝ち勝ちの勝ち。7連勝してた。今日も頑張りましょう。じゃあ8連勝チャレンジやっていきましょう。誰にしようかな。まあちょっとね、困った時の一瞬チャンスショットとか使っちゃったからね。卑怯ですね。卑怯とは言うまいな。あー、サイベリンさん、メイドスタッフ、多分対戦したことある気がする。
パリスロー。ちょっと音楽パリスローにしよう。どうしよっかな。437の351の新年豪快の386。あー、相手の方がってやつか。あー、なるほどね。52ヤード。386。なかなかやね。どうしよっかな。いいね。選択は間違ってないよ、その選択は。 73.3、 そこから決められるかっていう話ですが、 73.3 か。だから自分はど何を打てばいいんだ。これ届かないんだな。届かない。そしたらフルスイでも打つか。391、もう場所が分かんねえわ。2打目で決められるかっていうと決められないんだよな。うわ、届いてない。2打目、問題は2打目だ。2打目無風でいけるかどうかだけだな。それが全然届いてない。でも、普通に負けは嫌だな。負け。これは負け。悔しい。2打目では決められん。相手の勝ち。8連勝チャレンジはおじゃんです。誰にしようかな。2打目で決めるの相当むずい。あれ、だからあれっすね。あ、2967。レッツゴー。パーフォー。腹がゆるゆるい。ファラガーの風向きだけだな。風向きこっちか。いやー、今のはもう相手のアドバンテージ高かった。2位決殺ですね。2位決殺だと思うんだけど、それよりか、フル封じんで、横。横は選択できない。逃げ気決殺かな。87ヤード。478の間は、239。239の半分。120、ではやっぱり飛ばさないとダメだ。終わった。始めます。風向きか。はい。376。だね。でも相手が先か。ナイスショットです。相手先でしょこれ。いいですね。108。マジか。終わった。一進チャンスにかけるか。一進チャンスはチャンスあるよね。よし、じゃあ一進チャンスにかけるわ。もう一進チャンスしかない。11.2 上。
負けます負けます負けます。悔しい。今日も頑張りましょう。続けてやっていきましょう。誰にしようかな。テックさん2992。ちょっととね、プレイが雑。レッツゴー。プレイが雑になっちゃった。パースリー。ノーザンライツパツ1。ノーザンライツパツ1。では始めます。風相手。風神。風神外？風神外だけど強めに打つからセーフ。ナイスショットです。マジか。 24.1。 まあでも大丈夫でしょう。さあ行きましょう。狙えるなら狙ってしまうと。このコールも久々ですね。 26.6 26.6。 素晴らしい。入る入る。これは頑張れば入る。 30秒。よし、一応ね、一応行きますよと。弱い弱いけどな。頑張ってくれ頑張ってくれ。ダメか。まあしゃあないな。陛下が、これ難しくない？これ難しいでしょ。いや、なんとかなるか。あれですね、この試合負けて、負けだな、これは。これは負け。でも弱めだな。ああ。ドンマイ押しとこう。ドンマイと。ナイスオンです。勝ったけど、もう一試合やろう。この勝ちはあまりよろしくない。はい。お呼びですか？シルバーゴールド、シルバーゴールド。羽子板。お、誰にしようかな。松山亮さん2863。多分初対戦かな。レッツゴー。パリスロー。おーっと、好きなコース、好きなのかな。このコースはね、結構戦略性が高いんですよね。さあ行きましょう。ストショー。
あ、なるほど。351でそこ。ってことは2打目狙ってくるのか。落ちたところを見ますか。よし、なかなかレベル高いな。落ちたところを見る。いいですね。152ヤードの底ってことは風神はない。風神はない、ない。152ヤード風神は結構厳しいはず。厳しいはずえ。この辺でもいいんじゃない。うん、悪くないと思う。133、133ヤード風神はなくはない。だ、相手が無風か、無風じゃないとって感じなんだけど、ローチャレつけるのかな。つけるだけなら無風で終わり。まあでもいい感じだね。バウンドするか。弱め。弱めだね。ナイス。 1.2倍か。1m、 1.2倍、普通にまあ打った方が勝ちやすいだろうなとは思う。普通に打った方が勝ちやすいよね、どう考えても。5上、旦那よ、これは一体何だよ。バグってるよ、バグっちゃってるんだよこれ。もう、あ、これか。こういうことか。バグじゃなかったです。すいません。残り25秒で、バグじゃなかったな。びっくりした。じゃあ勝ちましょう。これで終わりにしていいのか？ TOT ありがとう。あんたが大将。TOT じゃなかったら決まってないからね。もうちょっとやりたい。あ、ゴールドにしよう。全部ゴールドにしよう。うん。誰にしようかな。カンストしました。プロツアーのレートカンストしました。1200。こっから先はカンスト対決。2931。あー、特訓さん。レベル120と。レッツゴー。全然グリーン外しありだと思いますけどね。戦略としてね。サバワイ。どうする？一撃か。さあ、まあ相手が先か。始めましょう。よろしく、よろしく言っとく、よろしくと。あら、狙っていくと。いいね。12.2 した。これね、ただ超低反発持ってたりするんだよな。超低反発打たれたらどうしようかなって感じな。
狙っていく。入ってない。ローチャレ弱め。ナイスショット。でもこだわってるのいいね。うん、うん、こだわってるのはいいと思う。だね、超低反発でしょ。狙いますか。行きましょう。祝砲。12.2 にした。入ってない。あー、マジか。これ以上無理だもんな。あー、どうしようかな。入ってないんだよね。さあ、もう一回やるか。やり直すか。これね、入ってないんだもんな。いや、惜しかった今。しょうがない。あれをどうするか。悔しい。うん、あれはしょうがない。今日も頑張りましょう。入らないものは入らないんだろうな。誰にしようかな。方法がわからない。うん。即日帰郷。初対戦ですね。2821。じゃあこの方で最後にしましょう。勝っても負けても最後。うん、バースリー。ああ、きった。昨日のリベンジ。昨日のっていうか前回の動画のリベンジですね。決めていきましょう。相手が先。ローチャレ。ローチャレ。すごいな。そこで決めに行く。マジか。あ、そんなできんの。上か。すごいショットだな。うん。ああ、70。そうか、決めに行ったわけじゃないんだ。さあ、行きましょう。まあね、祝砲の方がいいと思うんだよ、祝砲の方が。37.2 した。37.2 した。バッキーバッキーだな。めっちゃ釣れぞ。めっちゃ釣れぞこれ。
ダメ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 、これはダメ。悔しい。おう、今日も頑張りましょう。祝砲ダメだったのかな。誰にしようかな。最終戦、最終戦です。レッツゴー。厳しい、全部厳しいな。ガーホーオーラグー、なるほどね。風向き見ますか。あー、飛ばしてなんぼ。さあ、うん、始めるか。超パー。よっ、ナイスショット。いける。いいね。64 64の横。結構攻めたけどね、これでも。62で相手が先。風神打つか。風神は打たないと。武士道で決めた場合風神で勝ち。まあ入ってるでしょ。強いな、ちょっと強いな。ナイスショット。あ、かい、ナイス。イーグル。1.3 倍。よいった。60だよね。60なら使えるはずなんだよ。風神と、1.6 下。じゃあ勝っちゃいましょう。これが風神と風神を持たざる者の差。やめよう。やったー。いいいい、これで終わっていい。はいはい、ゴールドきました。はい、すべてがゴールドきました。すべてのゴールドを開けていきます。うん、まあまあまあ、ほどほどにね。あんまりこうやりすぎると録画失敗しちゃうからね。あ、長時間録画になって。今日も頑張りましょう。すげえ楽しいんですけど、このぐらいにしておきましょう。
何も当たんねー。楽しかったー。この網タイツいいっすね、網タイツ。うん、楽しいぞ。はい、やめよう。あ、ガチャガチャ見よう。ガチャガチャはまあ特にないか。欲しいけどないんだもんね。しょうがないよね。うん、まあこの辺はまた次回とかにしましょう。うん、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。